餌釣りからルアーフィッシングまで旬の釣りを紹介する明日は釣り日和。今回はサーフからのルアーフィッシングを紹介します。これを見ればきっとあなたも釣りに行きたくなる。今日後ろに見えている東京湾の内房のサーフで、まあ、白波立ってますけど釣りバスを狙っていきたいと思います。この時期ね、産卵行ってきたシーバスと帰ってきたシーバスといろんなサイズが狙えるようなんですけれども、まあ、冬は大きいシーバスが狙えるっていうチャンスの時期なんで、どうか大きいシーバスを取れるように頑張ってみたいと思います。東京湾内房に広がる砂浜にはこの時期アングラーたちが集まる。ランカーシーバスと呼ばれる80センチオーバーのスズキが産卵期で浅場に寄り餌を荒食いするため高い確率で釣れるからだ。この釣りは暗くなってからスタートするのだが、まだ明るいんですけど、こんな時間にメインの釣りは夜なんですけど、この時間に下見をしておくってことが安全にもつながるんで、しっかりこういう下見をするのが大事だと思います。で、安全といえばさらに大事なのがこの格好見てください。まずウェーダーを履いて水の中入れば自分の体濡れません。でウェーダーはセットにしてほしいのがライフジャケット、中に発泡体が入ってて浮くんですけど、あとは水にはいろんな危険生物がいるんですけど、一番僕が好きじゃないのは赤エイなんですね。エイは砂地のところにいるんですけど、万が一踏んでしまうとお尻にある毒針が飛んでくるんですね。で毒針なんでものすごい痛い、もしくは呼吸がしづらい、歩けない、そうなると帰ってこれないですよね。なので、赤エイの対策として僕は中にエイガードっていうソックスと、あと後ろにこうやってこれ電気が走るんですけど、エイが嫌いな周波数の電気を走らせる、そういった対策をして入ってます。あと絶対忘れちゃいけないのが、一人で行くともしそういう事故があっても、まあ、助けてくれる人がいないですよね。だから必ず2人以上でと慣れた人と行くっていうのがこれ大事です。明るいうちに沖に出ていく流れ、離岸流や危険な岩場などの位置を確認しておこう。夕日が落ちていくのをじっくりと眺める時間も貴重だ。午後8時30分、潮位が下がるのを待って釣り開始。足元にこういう石があったりするんで、すり足で進んでいきましょう。赤エイを踏まないようにすり足で移動。今回シーバスのウェーリングに使うタックルは、まあ、標準的な9フィート7インチ、10フィット弱の竿ですね。割と柔らかいタイプです。っていうのはウェーディングでいると腰まで魚使ってますよね。魚とやり取りして取り込むときに硬い竿だと魚に手届かないですから、ランディングできないですね。それなりにしっかり曲がっていく、回り込んでくれる竿が、まあ、シーバスウェーディングには向いてるのかなと。でリールは僕は好み的にそんなに大きいリールが好きじゃないんで、まあ、このサイズ軽くて、まあ、タックルが軽いってことはすごくアドバンテージになります。まずは、ね、11センチの、まあ、オーソドックスなミノ、太鼓の高いミノに STX の 45ZA の4番をつけたこのルアーから始めてみたいと思います。浅川さんがこの釣りでこだわるのはフック。それはなぜか。まあ、大体こういうミノって呼ばれるリップのついた、これね、11センチの大きさのミノなんですけれども、これについてる針、これがねちょっと重要なんです。この海域はシーバスももちろんなんで、大型のシーバスももちろんなんですけれども、今年は特にヒラメも釣れます。珍しいゲストとしてはサメとかエイ、サメなんか大きいですよ、1メーター平気で超えてきますから、まあ、そんないろんな魚が釣れるんですけど、普通に強度のない針を使ってると伸ばされて魚を得ることができません。キャッチすることができないです。なので僕はこの針を信頼できるものに変えてます。これはもうカルティバの STX45ZN って針なんですけどね、しっかりかかってんな、捉えてホールドしてんなっていうのを、マシンから持てるファイトができるんで、僕はすごく気に入ってます。よいしょ。闇夜の中どのような釣りをするのか。シーバスのナイトウェーディングってことなんで、
基本的に投げてまくって当たり前の動作なんですけど、夜の鈴木って割とこうスローリトリーブって言われるゆっくりリールを巻くようなイメージ。でその時に潮の流あの重さ潮の流れの重さをルアーで感じてあげる、糸を伝わって丸音を伝わって手元に来るんですけど、その重さをすごく重要視して釣るのがコツなのかなって思いますね。流れってずっと全部が強いわけじゃないんで、緩いとこはそこそこ巻けるんですけれども、重いところに入ったら当然リールを巻く力も重くなりますよね。この時に無理やり巻いてしまうんじゃなくて、そこで漂わせるようなイメージ。そうすると、ルアーが潮を受けてヨタヨタとする、そうすると、もがいてる魚に見えるのかなっていうイメージでリールを巻いてます。でその流れが重くて太けば太いほど一級の流れだし一級のポイントって言えるのかなと思います。でその流れを探すために歩きながら探していく、これがシーバスのウェーディングなのかなと思います。釣れろ。ヨットっていうのはこうギュッて握ってしまいがちなんですけど、流れをよく感じたいときはそっと持ってあげるぐらいの潮の重さを感じながら巻いてあげる。で合わせはね結構しっかりしてあげた方がいいです。近くでかかることもあるんですけど、今日の場合はちょっと遠くに流れがあるんで遠くでかけることが多いと思うんで、今日満月なんですけどね、それなんで割とナイトフィッシングの中では周りの状況が見えるんですけれども、基本的に何も見えないと思っていただいた中でどこを狙っているのか、うっすらと暗い視界の中にも波が割れたりとか白波が立っているとか見えるんですね。そのサイドは当然ながらそこよりは深いんですね。そういう深みの部分を狙ってみるとか。浅川さんはルアーの色にもこだわりが。僕のパイロットミノー的なボックスです。一般的に僕が魚探しのために使う色はこれです。チャートリュースというんでしょうか、向こう側が透過する色です。あともっと水が澄んできたりしてもうこれでも目立ちすぎちゃうよって時はこのくらい、すごいスケスケですよね。これはね水に入ると意外と馴染んだ綺麗な色になるんですよ。あとはちょっとルアーの種類違いますけど、意外と光った方がいいっていう時もたまにあるんですよ。そういう時はこういう一般的なホログラム、向こうが透けにくいよく光るホログラム、ね、こうやってキラ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 するじゃないですか、これも使います。ただ今日は満月回りなんで多分これ投げないです。じゃあどんなリアルっぽいやつ投げるかっていうと、これいわゆるハーフミラーってやつですよね。向こうが透けるんだけれどもこう光の当て方によってはキラ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 明滅してくれる。これは結構月曜には僕はよく使います。ここまでノーバイト、すり足で移動。ちょっと月もあるんでスケルトンなルアーを選びます。今度96ミリでちょっとだけ下のレンジ狙いたいんでシンキングにします。カラーもねスケルトンなんで月曜だと割と見切られるんでスケルカラーってのは強いです。ルアーサイズが落ちたんでさっきまで4番のサイズ使ってたんですけども今度は6番、このルアーに4番沿わしちゃうとね動きも緩慢になるしバランスも悪いんで6番を選択してます。これ釣れていいんですけどね。今日はね満月なんですけれども満月イコール潮が大きく動く大潮、大潮のタイミングだと潮がよく引くんでウェーディングなんかだとちょっと沖までね出れたりする、そんな日に今日は選んでやってきてます。今日僕らが入る前までと昨日もちょっと風が吹いてたんでおそらく波で砂が舞ってる舞った名残なんでしょうね。うっすらと乳白色までいかないんだけどうっすらと濁ってるんですね。でもこの濁りっていうのは割と満月の日に限っては満月というか月の明かりが強い日に限っては偽物だって見切られにくいという部分ではプラス要素なのかなと思います。よし、やっと来ましたね。よいしょ。いやもうとにかく当たんなかったんでルアーのサイズをねちょっと小さくしました。あ、来た、あ、綺麗綺麗。おお。よいしょ。おお。
じゃあランニングしちゃいましょうか。おいおいで。あ、平続きだねこれ。平続きですね。おう、よいしょ。はい。お、やばい。はい。はい、取れました。はい、平続き。平続きは基本的には磯に生息する魚。スズキに似ているが体高が高く左右に平たいのが特徴。まあ、あの、サイズ的には狙ってるサイズよりちょっと小ぶりですけど、まあ、それでも釣れてくれると嬉しいもんです。いや、ここの魚ほんと綺麗ですね。銀色でほんと綺麗ね。素晴らしいですよ。まあ、嬉しい一匹です。また次会う時大きくなってくれていいんですけど。じゃあバイバイ。はい、いけい、ありがとう。よかったですね、とりあえず。僕シーバスフィッシングの中でウェーディングシーバスが一番大好きです。なんでなんでしょうね。こう普通に他から釣ってるとシーバスとかね、対象魚は180度にしか動かないじゃないですか。だけどかけてから真正面でかけた魚が後ろに走っていくんですよ。くるくる回りながらいろんなファイトしながらやり取りして自分の手に収める、このスリリングな感じはやっぱこの釣りならではなのかなと思って、うん、一番好きですね。東京湾内房のサーフフィッシングパラダイス。今回本命のランカーシーバスはキャッチできなかったが、寒い夜はアングラーの思いで熱くなった。そしてまたキャストを繰り返す。